シモン・ミニョレは、ベルギー・シントトロイデン出身のサッカー選手。ベルギーファースト・ディビジョン A ・クラブ・ブルッヘ所属。ベルギー代表。ポジションはゴールキーパー。地元のシントトロイ VV の下部組織で育ち、2005年に、プロデビューを飾った。2009から10シーズンにはベルギー最優秀、ゴールキーパー賞を受賞した。この活躍に PSV ・アイントホーフェン。 FC トゥエンテ、ウディネーゼなど、欧州各国のクラブが興味を示していたが、2010年6月10日に、イングランドのサンダーランド a f c へ移籍。当初は、スコットランド代表でも、主力を張るクレイグ・ゴードンの控えとして見られていたが、2010年は、ゴードンの不勝離脱もあって23試合に出場。2011年はゴードンから完全にポジションを奪い、聖守護神を務めた。 2012年は全38試合にフルタイム出場した。2013年6月26日、リバプール FC へ移籍。当初は、ホセマヌエル・レーナとの熾烈なポジション争いが予想されたが、レーナは7月24日付で SSC ナポリにレンタル移籍したためローせずしてポジションを確保した。2013から14シーズンの開幕戦である。 ストークシティ戦では1点差リードで迎えた。試合終盤で PK を止める活躍を見せ、開幕戦の勝利に貢献した。2015から16シーズンは、チーム最多となるシーズン55試合に出場。2016から17シーズンからは、ロリスカリウスが加入し、監督ユルゲン・クロップは、ミニオレが、ファーストキーパーではないことを認めた。しかし、その後、 カリウスのミスなどにより再びポジションを勝ち取ると安定したプレーを見せるようになり再びスタメン出場を続けていたが2017年12月より再びカリウスにポジションを奪われた2018から19シーズンはアリソンが加入しほとんど出場機会はなかった2019年8月5日クラブブルーフへの移籍が決定 ベルギー U-21 代表としては8試合の出場経験はあるが、当時はローガン・バイリーの後陣を排しており、好成績を残した UEFAU-21 欧州選手権2007と北京オリンピックの出場は逃した。2010年9月1日に A 代表に初選出され、2011年3月25日のオーストリア戦で A 代表デビューを飾った。 その後は、正 GK に定着したが、ティボー・クルトワの台頭もあって、ポジションを奪われ、2014FIFA ワールドカップは、第 2GK として参加。4年後の 2018FIFA ワールドカップのメンバーにも、第 2GK として選出された。国際 A マッチ31試合0得点。ありがとうございます。